なんちゃってリア充選手権。あつおちおちです。こんにちは、えっちゃんです。りっちゃんです。そして皆さんこんにちは、チョコバナナです。よろしくお願いします。はい、ということで、今回女子の皆様にはですね、いかに彼氏がいるような写真を今回、撮ってもらいます。自信のほどはどうですか？あー、ありますあります。じゃあもう皆さんね、もう YouTuber で SNS とかすごいもう慣れてると思うので、もうすごいレベル高いやつを期待しています。はい、じゃあそれではですね、まずはえっちゃんから、やっていきたいと思います。それではじゃあ使うアイテム何かありますか？特になし。特になし。テーマはまだわかんない。何も考えてないから。あ、何も考えてないんだ。へえ。えっちゃんすごい恋愛豊富そうだけどね。あ、見て見て、これめっちゃ立つわ。座り方がすごい良さなんだよこれ。座り方ごめん、これタイマーやばいねこれ。隣に座ってる感じでシュールだよこの映像。すごいシュールだよ。3秒で大丈夫、間に合う。3秒で間に合うかな。じゃあそこどいて、そこどいて。ちょっと料理してる途中だったのに彼氏が写真撮っていっちゃったみたいな。オッケー、オッケー。じゃあ今度はりっちゃん。やっぱほら彼氏がやっぱいるでしょ。やっぱ私は頭ポンポンされるんですけど。なるほどね。いやーこれは寂しい。あ、やばいやばい、ね、やばいやばいやばいこれやばい。いやちょっとやばい、やばいよこれ。絶対彼氏いる。おおりっちゃんはね、そういうなんかもうほんとご無沙汰なのかな。ご無沙汰されたいっていう気持ちがすごいよ。女の意地が。引きだから余計シュールに見えるんだよなこれ。あ、つけた。じゃあ次はチョコバナナさんです。何でも使っていいですよ。壁を、壁を、壁を使う。うわ、壁使ってないですよね。壁どうですよね。おおこうです。あっ、いる彼氏。難しいな。あ、いい感じですか。撫で方の彼氏。あ、撫で方だな。これはまたかわいそうだ。オッケーです。オッケーですか。はいはい、ということで皆さん決まりましたでしょうか。はい、共通して言えるのはみんなあのシュールでしたね。すごくやばいかわいそうだなって思っちゃうぐらい。じゃあまずはえっちゃんから発表していただきましょう。身長180センチの彼氏にプリプリケーキを見せる私。なるほど、テーマが決まって。はい。ああ、ちょっとこのボケた感じが人いるっぽい。ああ、なるほどね。両手ちゃんと映ってますよって。あ、確かに確かに。誰かに撮ってもらわなきゃ無理だもんね。そうそう。じゃあ次はりっちゃん。私はね、まあ高校時代の恋愛を思い出したプラス、まあこうされたいみたいな。なるほど。じゃあ写真どうぞ。じゃじゃん。おお。頭ポンポン。頭ポンポン。食べてるっしょ。なるほどね。一人したいわけ。完全にいるでしょもう。手が女子だ。ちょっとね、華奢なんだよね。オッケー、わかりました。じゃあ続いてバナナさん、テーマは？デートしてるから一緒にツーショット撮ろうよ。うん、やだよ。写真をどうぞ。はい。あー、なるほどね。あー、なるほどね。いる、そういう写真撮る人。背高めなんだ。そう、背高めね。ちょっとこうやんないと写んないからちょっとって言ってんのに、やだよ。やだよ。悩んだのがあるんだよ。遠い躍動感あんまないんだけど、髪がガーンってなってんじゃん。いや難しいな。じゃあまあまあ、わかりました。はい、決まりました。これこれ優勝したら返すできる。これ優勝者はあのマスオさんと付き合います。おお。マスオさんに怒られるよ、勝手に。第2位りっちゃん。あー、マジか。第1位チョコバナナさん。彼氏ができました。ありがとうございます。いいな。彼氏ができました。彼氏ができました。まあそれぞれ理由があるんだけど、まあえっちゃんはめちゃくちゃ可愛く撮れてたんだけど、アイドルの写真集みたいだなって思っちゃって、完璧に作りすぎてるって感じ。なるほどね、雰囲気感がない。そう、そう。で、チョコバナナさんはもう本当にあるよね。遊園地って言ってなぜか腕写すみたいなね。そう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 。もう3人とも素晴らしかったんだけど、一番素晴らしかったのはチョコバナナさんだったかな。ありがとうございます。という感じです。はい、じゃあ優勝したチョコバナナさんは彼氏ができました。やっぱりもうちょっと頑張って。そうだね。はい、じゃあ頑張ってください。はい。
それではこの動画面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。またねー。